お宝ハンター団の頂点を目指しましょう。あ、だけど7つの流石を集めるってことも忘れないでほしいわね。忘れたわけじゃないんだ、お金がないだけなの。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、またね、神からね、マヤに交代したんやけど、ちょいとね、多分ね、もうあのアイスゴーレムが仲間にできると思うんだけども、新しい施設増やそう。お仲間の候補です。ほら、加入可能。やったね。はい、一緒に行こう。でけえでけえ。え、これであれやろ、新しい施設できるよねできますよね。氷太郎が仲間に加わった。いや、パーティーメンバーはこのまんまでいいや。カミュテクターもね、オイルジュースが必要なんよね。ほらほら、新しい施設の追加。よっしゃ、来た。団員寮を作る仲間を紹介しよう。うん、アイスゴーレム仲間になったよ、氷太郎が。これどうぞ。はい、この方ですね。頼もしそうです。すぐにお仕事に取り掛かってもらいます。ありがとうございます。よしよし、これで必要なものが全部揃っちゃいましたね。それじゃあ早速団員寮の建築に取り掛かってもらおうと思います。待っててくださいね。すぐに終わると思いますので、ちょっと待っててくださいね。外から大きな音が響いてくる。建築工事が始まったようだ。瓦礫が撤去され、その場所に新しく団員寮が建てられていく。これでしばらく大丈夫やろ。なんと団員寮が完成したようだ。おお、なんかすごい綺麗になったね。完成しましたよ。お待たせしました、新しい団員寮が完成しましたよ。すごい、なんかすごくない？これで団員さんがたくさん増えても心配しなくて済みそうです。瓦礫の場所がまだありますので、いずれはそちらにも手をつけたいですね。まだ綺麗になるんや。あ、こうやってどんどん綺麗になってって、建物自体もボロくなくなっていくってことかな。なんかここだけ壁の色まで違うもんね。受付です。他に何か利用されますか？あ、もうでも新しい施設のやつは終わったんやね。で、あのオイルジュースはあと何が必要なんだ？一応ね、あのオイルジュースのレシピは買ってきたんやけど、これね、何これ、ブドウエキスがあと3ついる。スライムゼリーめちゃくちゃあるなブドウエキスってどこでゲットできるんやろ、わからん。まあ、そのうちかな。他に何か利用されますか？はい、そして、よく来たな。ちょ、派遣から。派遣だな、戻って。この派遣ってさ、お金は手に入らんのかな。お、大成功。あれやん、77万7千ゴールド必要なんやろメインストーリー進めるために。ちょ、お金稼がんと。お金、お化けキャンドルの像、どこかの世界にいるモンスターの像。お化けキャンドルの像って前手に入れんかったっけ、気のせいかな。そんなもんだ。あ、でもこの辺であれよね、行き先はどこだ。ブドウエキスは手に入らんのか。ないっすねないっすね、ブドウエキスは。いいのか、いいのか。はい、出発だ。一丁行ってみるか。まあ、お金あれかな、ダンジョンかな。やっぱりダンジョン結構お金入りよったよね。お、大成功。お、レジェンド来てよ、レジェンド。これは、これはナインのやつかな、天使の。初めてのお宝だぜ。翼を失い地上に落ちた守護天使の像。そういうことやろ、きっと。600万、すげえやん。いや、この金額がな、私の所持金になるんならいいんやけどな。成功そういうわけじゃないもんね、全然。ふ行き先はどこだ。まあ、それがまるまる私の所持金になるとしたら、めちゃくちゃ、結構初期の段階からお金持ちよね。一回出かけたらもう、めちゃくちゃお金持ちになって帰ってくるっていう。ふぅ、やっと帰れた。お、大成功率高いっすね。ね、
何これ、ハンカチ、なんかタオルハンカチみたいな。え、違ったバリア床のフロアマット。あ、でも何、フロアマット、通ると大ダメージを受ける床を描いたフロアマット。絶対めっちゃ嫌やん14万8000。でも可愛い。行き先はどこだ。ちょ、あのお金を稼ぐためにあれかな、あのどっかさ、どこやったっけ、出発だ、一丁行ってみるか。ツバイザ草原島やったっけ、あのめちゃくちゃダンジョン出現しまくっとんやけど全然入ってないやつあそこをどんどん入っていくか。成功だ。じゃないとね、あ、これそうやない、ブドウエキス、あと1個。参道前の駅周辺、そこに、そこでゲットできるんすね。ってことはもう一回ちょっと同じここ行ってもらおうや。あ、ほんとや、ブドウエキス。で、このまんまここ行って。出発だ。一丁行ってみる。あの、お宝ゲットせんでも大丈夫やけん、あの、どんな素材だけ。ほら、ブドウエキス。え、初めて？もしかして。ブドウの心が込められていきたい。料理の作成などに必要な素材。鋭い角、魔物が持つ尖った角、玉の作成などに必要な素材。でも説明が出るってことはそういうことよね。いい感じですね。な、何？もしかしてランクアップする？ザクザクです。おー、ランクアップやん。今ランク8のベテラン。お、ランク9のやり手のお宝ハンター団になったよ。やったね。ランクが上がりましたね。銀色から金色に変わったし。イエーイ、いいやん。冒険で疲れたマヤたちは焚き火の周りで一休みすることにした。あ、一応ランクが上がったらこういうストーリー的なものがあるんやね。まだメインストーリー進んでないけど。アユナ団も最初から見違えるほど大きくなったものね。でもまだまだ上に行けるわ。お宝ハンター団の頂点を目指しましょう。あ、だけど7つの流石を集めるってことも忘れないでほしいわね。忘れたわけじゃないんだ。お金がないだけなの。まさかのね、お金出して買わんといかんパターンやけん、今回。なあ、前から気になってることがあるんだが、ミューシャたちは神の使いなんだよな。それにしちゃ、なんていうかその、弱そうじゃないか失礼ね。本当の値はもっと美しいのよ。あ、仮の姿はこれ。ブブ。今のこの姿は故郷の世界で、そこら辺にいる生き物たちの姿は借りてるだけなんだブ。なるほど。でも語尾にそういうのはつくんやな。掟で本当の姿や力を見せちゃいけないことになってるんだ。あと僕が思うに、本当の姿は美しいよりもかっこいいが合ってるかな。自分で言うなよ。あんたがかっこいい？ただごっついだけじゃないのさ。あ、マジで、なんかのんびりゆったりしとるけん。あ、でもそっか、そういうなんていうん、でかい男おるか。同じ卵から生まれたのにそんなこと言っちゃうんだブ。何、双子なの？そのことには触れないって約束よ。はい、この話はもうやめましょう。さっさと寝て、明日の冒険に備えるのよ。卵から生まれるんや、しかも。本当の姿は、人間体なんやろ、でも。ごめんね、二人とも。本当の姿はまだまだ秘密になりそうだブ。まだまだってことは最終的にはわかるのか。よし。何今の。クエスト確認。そう、死した王の翼がね、まだなんすよ。まだなんすよ。セシリからの提案、なんか新しいのあるよ。待って。はい、話しかけましょう。あ、ランクが上がっ、あ、ランクが上がったけん、また新しい施設か。そういうことか。そうそう。マヤさん、団員寮は新しく建てましたよね。まだ瓦礫が置かれたままの場所があるので、そこにも団員寮建てませんか？お、めちゃくちゃ増やせるやん。そうすればどれだけ団員さんが増えても安心できると思うんですよね。よろしくです。もしその気があるならお手伝いしますので、新しい施設の追加をまた選んでください。ご用ですか？本部受付へようこそ。施設を利用されますか？次は誰が必要なんだ？よろしくです。あ、とりあえず団員寮増築の資材、これは大丈夫やね。魔獣の角5個。はい、はい、確かに資材をいただきました。間違いありません。ありがとうございます。こちらで建物の材料が揃いました。ありがとうございます。そして団員寮を増築する仲間、メタルハンター。夜のクフィ砂漠島の奥地。ほう、メタルハンターは
加入希望者には来てない。メタルハンターってどんなんだ。メタルスライムならおるんやけどな。メタルハンターおらんな。全然おらんな。なるほど。メタルハンターって、さて、え、どういうやつ。メタルハンター全くちょっと思い浮かばんねえけど、スライムナイトみたいなやつではないんよね。わからぬ。あ、デイリーがなんかいけそう。で、ちょっとツバイダ草原島のダンジョンいろいろ入って、今お金どれぐらいある。全然やん。37万ひ、あと40万ぐらいいるよ。調子はいかがです。はい、品質傷あり以上のお宝。お疲れ様でした。だってほら、こういうところでゴールド、1000ゴールドしか手に入らんもんね。よし、じゃあちょっとツバイザ草原島に行こう。おーし、多分、あ、なんかめっちゃ遠い気がする。いや、まずマーク出てないな。これは、あー、幽霊からお宝を。あれ、椿草原島やったんやっけ。マークには出、え、れ、ちょっと待って、いや、椿草原島じゃないな。どこだ、野津さんか、そっちかもしれん。ちょ待って、そっち行こう。あ、ほらほらほら、マークいっぱい出とる。ここやんね。オッケーオッケー、行こう行こう。とりあえず、え、あれはどこだ、連れてってもらった方が早い位置とかあるか。この辺、あ、とりあえずシルフ野営地周辺に2つあるけん、ちょ、野営地に連れてってくださいまし。ここまでね、連れてきてもらえるのはめちゃくちゃ嬉しいんやけどさ、あっちに帰るのも一瞬にさせてほしいよね。ちょ待って、どこだどこだ、こっち、どの辺。おお、なんか近いっぽい、めっちゃ近いっぽい。どこだどこだ、見つけたんだ、どこでしょう。なんかちょっと上に上がったところ、この辺じゃない、ここか。ジャンプ、あれ違うな。あれどこだ、こっちか。お、この辺か。あれ違うな、ここ。あれなんかこういう段差のとこじゃない、この辺。何、あー、びっくりした、なんかと思った。あ、あった、ここか。こんな高い位置やったんか。もうちょっと下の方かなと思ったわ。イエーイ、値打ち物だな。何これ、わたぼうとかそういう感じかな、違う。あ、銀色のもある。ちょ、ダンジョンにも行きたいんやけど、普通のお宝もね。ちゃんと掘り起こしていこう。うわ、すげえ。縦かな。多分この下あたりに。よし。はい、オッケー。さあ、行こう行こう、お宝ダンジョン。入ります。ルーム5ぐらいまでやってよね、確か。ダンジョンって、全体的に。はい、来た来た。行くぜ、行っていい。うわー。待って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 。ちょ待って、回復回復。
もうなんか正直ね、どれが敵なんだかよくわからんくなってくるんやけど。いやー、あー、やばいやばいやばい、ちょっと待ってくれ。いや、普通にやられた。ちょっと待って、ちょっと待って。待って、今ね、ロマン技を出そうと思って、間違えて探索連携を使ってしまったんで、ちょ。リトライ。行こうぜ、行こうぜ。あ、でも、数だいぶ減ったけんね。いけるよ。痛い。2匹。これ、毎回同じ、うえい。毎回同じモンスターと同じ数じゃないっていうのがね、いいよね。そん時そん時でなんか、あ、今回いけるなとかそういうのあるやん。一番最初、あ、ゴールドマンいいやん。お金。ちょっと待って。こっちや。やっつけよう。こいつら普通に、普通にね、ダンジョン成功とかじゃなくても単体でめちゃくちゃお金落としてくれるやつらやけんね。助かる。後ろのゴルドロンとかその辺もなんかな。お、ゴールドマンスカウト成功してよ。しかも 2体ともよし。え、お金どれぐらい落としてくれたんやろ。全くわからんねやけど。え、表示される？何ゴールドとか。わからんな。経験値しか書かれてない。もうこの最初のさ、何にもない一部屋目も、なんか、ルーム1として数えてくれるけんめっちゃいいよね。キングスライム。あ、待って、なんか、ういですよね。なんかやってきそうな気がしたんよ。ちょっと、見えないよ。痛い。あ、君は敵なのね。もうなんか敵なんだか味方なんだか全くわからんないやって。お、なんか誰かレベル上がったぞ。デビか。5万ゲージが溜まった分。イエーイ。後で仲間にする。お、さまよう鎧のスカウトに成功。ここでもいっぱいスカウトしてくれるけんいいよね。大抵なんかこういうダンジョン的な、こういうのってさ、なんかあれじゃない？なんか別として数えられることない？でもこの中ではなんか珍しいモンスターといっぱいあったけど、ちょっと本筋とは違うんでみたいな。強敵の気配がする。入る。ロマンゲージも溜まったし。あと1個分ぐらいロマンゲージ溜めたかったけど。行くぜ！同じゴーレム系で。アースブレイカードーン。そしてギガブレイク。いいぞ。あとはちょっと地道に切りつけて、またちょっとロマンゲージを貯めたい。いやー、体力気をつけて見とかんとね。めちゃくちゃミスするんやけど、何事？え？なんでこんなにミスするん？びっくりするぐらいミス連発なんやけど、何？今どういう状態？なんかマークついとるね。あ、消えた。こっち振り向かれたら怖い。あー！振り向かれんかっても。ダメやった。もうちょっとで。ロマンゲージが溜まるぜ。いけ。まためちゃくちゃミスしよる。なんか、蝶のマークみたいなのがね、ついとんよね。待って。ロマンゲージが、うっしゃ、復活。そしてロマンゲージが溜まった。復活だブー。待ってくれ。ロマン技使いたいやつが普通にやられとった。じゃあ君、ギガブレイクでまた。うっしゃー、いいね。ゴーレムをやっつけた。イエーイ、ちょっとあとの2体、ちょっと私の方もやられてますけど。やられてますけど。6万ゴールドか。まあ、でもね、
地道によね。デスレイブンコイン。だってまあ普段のコツコツでは全くお金がたまらんわけやけん、6万はだいぶでかいん。ほら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 、58万7000。やっぱあれや、あのなんやったゴールドマンやっけ、やっぱあれでかいんや。ねえ、なんかあのスライム、え、ねえ、なんかあのスライム帽子かぶっとるよ、めっちゃ可愛いんやけど。でもなんとかスライムとかじゃなくて普通にスライムなんやね。何あの帽子、魔法使うのそういうことではなく、あと1個ぐらいいったらたまらんかな。んかね、あと2個ぐらいは必要かな。じゃあここのお宝ももらっていくね。でもあれやね、やっぱダンジョンに行ったら意外と早くお金がたまりそうやけん、やっぱね、サブクエいっぱい受けていくのも楽しいんやけど。なんかこれお化けキャンドルではないのサブクエいっぱい受けていくのも楽しいんやけど、やっぱりメインをちゃんと進めないとね。よし、行こうぜ行こうぜ、体力も満タンやし。これダンジョンから出たら満タンになっとるってこと？